はい、こんにちは。今日は大人用ですね、月の砂漠の歌詞を書いていきたいと思います。ペン字です。今日私が使うのはこちらの、これはねパイロットです。パイロットのデスクペンになります。デスクペンとあと万年筆っていうのは、形状こちらの形がこう違うだけなので、書き味はそれほど変わりはありません。でお好きなペンで書いていいと思いますよ。で中心の線ですね、それをしっかりと自分の中で定めておいて、それではこちらこの辺から書き始めますね。月、すごく動きのある字で今回はねちょっと書いてみたいと思いますが、この音が聞こえますかね。リズムしっかりと、どのあたりで止まってるのかとか、どこまでを一つなぎで書けばいいのかとかね、そういうところを、あ、入ってなかった、ちょっと見ながら、動画ではそういうところを学んでいただきたいと思ってます。いろんな書き方がある中でこれちょっとこう、かなりこう出しますね。旅という字を縦目な感じで、ここしっかりしといて横へギュッと、ひらがなとあと漢字の大きさの差だったり、ここのののここからこうギュッとくる感じ、グワーンとギュッと、でまた縦目な感じでこうギュッと、すごいですよね、この横にこういうギュッていくような動き。そういうのも力任せにするわけではなくて、このねペンの重みでいくような勢いと、そういうの感じ取っていただければなと思います。ちょっと寒くて私冷え性なので手袋してるから分かりづらいかな、どうでしょうね。あ、書き味としては本当は手袋はない方がいいですが、ちょっとあまりにも寒くて、ここのところ家の中でもこんな感じです。あ、なんかちょっとここ下手でしたね。これは私が好きな書き方はこう来といて、こういう方が好きです。そう、こういうところはね覚えとくといいですね。何とかしましたとかいう時に使えるので。でこちら側少し下げて書きましょう。金と銀の、金と銀とのです。こういう風にこう跳ね上げるぐらいな感じ、かっこいいです。ここから点々ってあって、こんな感じですね。金っていうのはあまり下長くなりすぎないので、このぐらいな感じで金と銀です。次ね、省略してこういう感じで書いたりします。こうグッと銀との、蔵という、ね、こっち側が長いっていうのはまた面白いですけど、こうして、あ、今私参考手本を見ながら書いてます。そちらをねちょっとこう見ながらなんですけど、すごく素敵に書かれてたので、これをちょっと今ね書いてますけど、こういうところも素晴らしいですよね。ここ右下がりになりながらこっちから今度は反発するような動き、そういうところを持ってうまく使っていくといいです。2つ並んで行きました。この歌私全然知らなかったんですけど、東有理の車がかけてる音楽の歌詞なんですって。
つ並んで行きました。湯ですね。こう切っておいて、湯っていうのはもともとはこの字ですので、なんか四角い感じがちょっと出るとかっこいいです。はい、ました、来ましたね。こういう風に書くこともあります。ました。それが一本省略されてこう一個にね、こうなってますよね。でこれ下から少し上がるような戻るような感じです。よくほら回すとか書くときにはこっからこういう風に書いたりもしますけど、ここ次しなのでなるべく下がちょっと詰まりやすいのでこういう書き方をしてるんだと思います。はい、以上です。